こんにちは、政治 VTuber 永田まつりです。先月は ASEAN 首脳会議の際に念願の安倍総理と会うことができ、たった11分間の歓談に大喜びしましたが、やはりあちらの片思いだと自己分析したそうです。今回は韓国メディアのニュースと韓国国民の反応を見ていきますね。皆様、いつもコメントありがとうございます。それでは最後までご覧ください。それではニュースの詳細です。日本の最長寿首相になった安倍晋三の外交政策は単純だった。米国には卑屈に見えるほど密着し、中国とロシアなど周辺大国とも円満な関係を維持してきた。さらに北朝鮮、金正恩政権にもこだわって関係改善を試みた。しかし外交では淀みなかった。韓国最高裁の強制徴用判決を口実に輸出規制を加え、両国関係が最悪しても退かなかった。安倍政府の外交政策は1にも米国、2にも米国だった。もともと日本の外交は米国が最優先だったが、安倍時代に入ってからその程度がひどくなった。特にドナルド・トランプ米大統領就任後、安倍首相が示した歩みは日本国内でさえ屈辱的という批判が出てくるほどだった。安倍首相はこれまでのトランプ大統領と13回会い、電話では少なくとも31回話を交わした。2人が一緒にゴルフをした回数も5回を達している。それでは韓国国民の反応です。それだけムン災害が無能だという意味にもなるんだ。国際いじめられっ子、ムン災害クラス、ふふふ。このようなやつと何の会話が必要なんだ。韓国に劣等感があるのか。どうでしたか。当たり前ですよね。約束を守らず嘘つきで崩壊寸前の国より、長いものに巻かれる方が得ですからね。本日はご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひコメントください。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回お会いいたしましょう。